はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。今日は国際バカロリアに関して、まあ、実際にこうなんか落とし穴がないかなっていうところのお話をちょっとできればなと思ってます。よろしくお願いします。で、まあ、国際バカロリアに関してってところでちょっとお話をすると、やっぱりすごくこれからこう考えていかなきゃいけないだろうなっていうふうに思うのは、まあ、国際バカロリア認定の学校って日本にもたくさんあるんですけれども、正直多分国際バカロリアでこう40点以上の生徒がたくさん出てるような学校じゃないと、正直本当にそこの学校に行って国際バカロリアでその満足のいくスコアを取れるかどうかっていうのは、まあ、かなり疑問があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、日本だと本当に国際バカロリアの学校をその100校にしましょうみたいなプロジェクトで、もう全国あちこちにこう国際バカロリアの学校って出てるんですけど、まあ、そもそもやっぱり国際バカロリアでこう高いスコアを取れるような、そのなんて言うんだろう、こう教育学、その国際バカロリアの、その対応の先生、ちゃんと高いスコア取れるような先生って、やっぱりもう日本円でいうと年収レベルでやっぱり2000万3000万しますから、そういったとこちゃんと揃えてる学校ってあんまりないなっていうのが、まあ、正直自分自身もいろんな学校を見ていて、いろんな学校の生徒さん指導してと思うことで、特に日本の場合だとすごい少ないだろうな。まあ、K インターさんとかは世界ランキングで10位内入ってて、まあ、うちでもちょっとこう見学とかご紹介とかできたりするかもわかんないですけども、なかなか難しいなという印象を受けまして、今マレーシアにいるんですけど、マレーシアだと、まあ、その国際バカロリアでマレーシアで一番の学校があって、そこもちょっと今回見学に行くんですけれども、やっぱりこうそういうところにこうちゃんと行くっていうことがすごい大事で、それができるかどうかっていうところがやっぱり非常に大きな鍵になってくるなと思うんですよね。で、そういうことをやっぱりちゃんとできないと、この先なかなかこううまくやっていくのが難しいなっていうふうに思うので、とにかくやっぱりその全体のスコアが高いところで、そこで例えば40以上の人とかもある程度いて、まあ、そのマレーシアとかの場合だとその寄宿舎に入ってっていう形が多いと思うんですけれども、そこでやっぱりこう勉強がうまく進むなっていうふうなイメージをちゃんとつけることで、もう一つはとはいえやっぱり国際バカロリアってすごい忙しいですし、難しかったりもするので、まあそこの部分でちょっとなかなかこう難しいなっていう風な感じであれば、例えばその国際バカロリアちょっと難しいっていう風な話であれば、まあ、例えばその SAT で高い点数を取るっていう方向に移すとか、幸い日本の場合 SAT も多分1400台とかでも早稲田の政経とか慶応の経済とか行けますし、1500点台だともう東大も行けるし、まあ、それは例えば UC とかも出せるとかってこともあると思うんですけど、日本ではやっぱりアメリカと違ってこう日本人だからっていう理由でアファーマティブアクションの犠牲になるようなこともないので、まあ、そういう部分で言うとやっぱりやりやすいのかなっていうのもありつつ、ただまあ日本の生態系の中で生きていく人生でいいのかみたいな話もあると思うので、そこら辺は結構難しいところかなとは思います。勉強しなきゃでもサボっちゃう、そんなあなたのために毎日やるから合格できる毎日学習会。はい、毎日学習会です。お問い合わせは概要欄からワンクリックで LINE で相談できます。